はい、どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトル空城城太郎編極上ですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。まずはですね、クリアできたということで、1回層ずつですね、攻略していきたいと思います。では今回の動画はですね、こちらの方ですね、フロア1ですねを攻略していきたいと思います。ちょっとね、編成を見ていきましょう。これをロック外すとですね、他の階層とかでもねあるんですけど、一応解除していきますね。ロックが解除されました。ではですね、見ていきましょう。なんとですね、極上は時太郎短期でいきます。でですね、アビリティがですね、壁コンと悔しいかとムーブブースをつけています。では挑戦していきましょうかね。フレンドはですね、いますけども、ゲストのリオブランド、こちら関係なくいきます。さあどうなるかね。もうね、いきなり地浴びのおかげでね、ゲージは3溜まるので、このままどん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 攻撃していきましょう。どれかは倒せるはずなので、大丈夫ですね。一番気になってたのが倒せたんで、まあ、よしとしましょう。このまま倒せそうですね、 CS 使わずに。はい、倒しきることができました。はい、1ラウンドクリア。さあ2ラウンド目ですね。こちらもね、もう CS 使わずに倒せるとは思うんですが、まあ面倒なので CS 使ってね、さっさと倒しちゃいましょう。壁コンもあるのでね、あ、もう倒しましたね。早いです。はい、続いてはですね、どうしようかなとか思ったんですけど、そのまま関係なくいっちゃいましょう。おっと、画面外に出ていってしまった。これなんとかしてほしいな、運営さん。どうにもならない。一応ゲージをマックスにしておきますか。はい、次ももう完全に倒せるはずなので、何もなければね倒せるはずなんですが、はい、倒せました。第2ラウンドもまあ余裕ですね、倒すことができました。さあ次第3ラウンドですね。もうここもいきなり時太郎 CS ですね、打っちゃいます。はい、もう倒せましたね。はい、あっという間ですね。まあ、前回時太郎が来てくれたおかげでですね、何度か活躍するようになってはいるんですけどね。いや、まさかここで生きてくるとは思わなかった時太郎。いらないと言ってごめんね。はい、倒しましたね。なぜ近づいてくる。あ、さあ自爆にも巻き込まれましたが、なんとか関係なく終わりましたね。さあ最終ラウンドです。ここもね、もう関係なく
行っちゃいましょう。自己間でなくてもね、もう十分に倒せるのは分かっているので、いっちゃいましょう、倒せましたね。はい、1フロア目クリアですね。よかった、はい、無事クリアすることができました。では続いての動画はですね、2フロア目を挑戦攻略していきたいと思います。最後までね、動画を見ていただいて誠にありがとうございます。では次の動画まで、ラストバタイ。